南福岡車両区は、福岡県福岡市博多区小飛町一丁目一番一号に、ある九州旅客鉄道の車両基地である。本社鉄道事業本部の直轄、鹿児島本線南福岡駅構内に立地する、福岡近郊区間で運用される、近郊系電車のほか、JR 九州エリアの在来線で運用される特急系電車も配置され、 合わせて600両以上が在籍する JR 九州最大の車両基地である。また、竹下駅構内に南福岡車両区竹下車両発出を設置している。1960年に南福岡電車区として設置されたが、2010年4月に組織改正により運転部門と車両、研修部門が分離され、運転部門が南福岡運転区に車両、 研修部門が南福岡車両区になった。本記事では、双方について記述する。南福岡車両区竹下車両発出については、博多運転区を参照。本ミフ、本社直轄を意味する、本と南福岡の電報略号、ミフから構成される。以下は2021年4月1日現在の配置車両である。なお、それぞれの編成記号の末尾に含まれる。 M は遠くの配置であることを意味している南福岡運転区に関するカテゴリー。ありがとうございます。